富裕層が通う超高級肉料理店に行っちゃおう反省会。イエーイ、始まりました。ねえ、始まりましたね。でも反省会って言ってもさ、あんまり反省するところなかったね。反省会、まあ、じゃんけんの面だけ、そうだね、反省というより、まあ、悔しいっていうね。いやでも、とんかつも美味しかったんだけど、美穂よしもっていうのはあのローストビーフが食べたかったな、本当に。前もすいません、台本に丸したの。またまたしたの。でもまたしたからかな、食べれなかったわ。かもよ、ね、毎回して食べれてないよね。でも丸してない他のも食べれなかったよね、結果。そう、ね、いや美味しかったですよ、まあ、2人はごちそうさまでしたということなんですけど、ね、そうですね、はい、残念でしたね。もう悔しかったな。めっちゃ悔しかったもん。美穂はさ、まだ食べれてる、まだね、1個食べれたから ね、マミだね。もう今回はね、あの、うん、お水と仲良くなりましたよ。なるほどね。でお水もすごいよね、あのグラス、グラス、ワイングラスみたいなのにお水入れるじゃん。そうそう、あれもちょっと感動した。ボトルに入ってたもんね、かっこいい。水が、ね、すごかった ね、食べたかった、食べたかった、食べたねえ。まあ、うちと美穂はね、うん、結構爆睡してたもんね。そうですね、なんかね、うん、めっちゃいい思いしてさ、すっごいいい顔で寝てたから、うん、隣の席でなんかすっごい悔しかったし、ね、もうね。でも気づいたら吉本のね、頭がここにあって、美穂もつられて寝ちゃうみたいな。二人すっごい爆睡してたんですよ。いやよく眠れたもんね、うん、満足だった ね、ごめんね、うん、いや美味しかった。でも本当に本当に美味しかったね。美味しそうだった。いやだってね、うん、だってハンバーグにしてもローストビーフにしても厚さが違ったの。そうね、すごかったよね、うん、こんなんだよ、拳。すごかった。そうそう、1個2つぐらいじゃない。2個ぐらいあったよね。あったよね、ほんとボリューミーで、本当によく食べたね。いや、うん、めっちゃ食べたよね。美味しいものはね、うん、喉を通すんだよ。喉を通す、うん、飲み物みたい。すごい美味しかった。いいなぁ。でもすごい美味しかった。美味しかったね。でもさ、何回目この富裕層ロケ行くの？ 3回目。3回目で？ということは9で、うん、8回食べれなかった。あ、でも敗者復活戦があったのか。それ合わせるとまあ結構食べてないです、ね。10回で1回は7かとね、うつ行った時に7かに食べさせてもらった、ね、その時に、まあ、7かに食べさせてもらったんだけど、今回その VTR 見るじゃんか、もうね、それがカウントされてなかったの。もうなんか、最後の敗者復活戦あるじゃん、あの時に長尾初勝利なるかってなってて、あれもうカウントされてないんだなと。なるほどね。どうやったらね、勝てるんかね。どうやったら勝てるんですか、本当。でもさ、なんかさ、その人が出すさ、傾向ってない。あ、でも今回チョキで全部勝った気がする。そう、全部チョキで勝ってて、うんうんうん、チョキを出す傾向があった。あって、マミはなんだろう、パー。ミオもでもパーだったんだ。マミもね、いいとこ行ってたんだよね。そう、今回ね、いいとこ行ってたんだけど、最後の最後で勝てなかった、ね。そう、そうやね。一番大事なところでね、負けちゃいます、ね。でも気合だよね、多分。うん、気合だね。うん、だってさ、このロケの前にさ、うん、めちゃめちゃ焼肉のさ、お肉の写真とか見てたんでしょ、私、うん、あ、見てた見てた。でしょ、ずっと見てて。だからお肉にかけるさ、気持ちが違ったの。そうだよね。ね。じゃあ、今回は、はい、思いが足りなかったと。ということで、ちょっと得意なモノマネをかけてじゃんけんをしたいと思います。やだ。いや、これ一回やってるから、ゴリラのモノマネさせられるから。そう、やってんの。そうなの。そう、うん、初めて。じゃあやる、するやる、するでしょ、絶対やるでしょ。じゃあやだ。モノマネじゃんけん、ちょっと得意なって書いてあった。じゃあさ、じゃあさ、これで勝った人が指名しよう。勝った人が指名して、負けた人が、負けた人に何とかやってっていうの。そうそう。うわぁ、なんかでもどっちも嫌だな。どうする、心理戦でいく、それともストレートにいく。心理戦やるの。え、もう心理戦やめよう。やだ、ほんと嫌い。あ、そうだよね。もうほんと嫌い。じゃあ、普通に行く。普通に真剣勝負で。オッケー。あ、やばい、心臓バクバクしてきた、どうしよう。緊張する。え、何出そう、何出そうかな。ね、どうやってやるんだっけ、こうだっけ。こう、こうか。え、こう、こう、え、待って、え、こう、え、こう、こう、こう、え、こう、こう、こう、よし、オッケー、よし、頑張ろう。何も見えないよ、何も見えないよ。
気合あ何じゃんけんこれモノマネじゃんけんそうだねオッケーモノマネじゃんけんじゃんけんぽい、はい、せーのモノマネじゃんけんじゃんけんぽいやよっしゃやだ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 ありがとうございますありがとうございますもうモノマネ回避できましたえじゃあここでさ、うん、2人で決めようかオッケーよし落ち着こうだってあの同じねグーで勝ったしいやーよっしゃーもう嬉しいわあのお手柔らかにどうしようかなうか動物系にするかもでもね動物一回ね美穂とねマミでねやったの亀役とコアラ役でねやってるのどういう子コアラコアラなんかコアラはコール、うん、亀はあよくやるねあすごいこれでやってくれたね今のやってくれたねえじゃあどうする私かえ何っぽいかな動物系とか動物にする動物コアラしたんだよねコアラした難しいかなカンガルーカンガルーカンガルーってまず鳴き声カンガルーって何カンガルーって何カンガルーって何違うカンガルーってどう鳴くのかなみたいななんだろうお腹が空いてるコアラにしよう見たことないもんねお腹が空いてコアラの鳴き方知らんってなんか鳴くん鳴かんなんか鳴かんよな鳴かんよな聞いたことないかもそう聞いたことないわ、ね、そうじゃあマミちゃんのお腹が空いてるコアラまで3、2、1どうぞグーお腹が減ってるグーなん、なにそれちょっと待ってわかんないいやなんか鳴き声がお腹がさ空いた時になるようなグーって音だったな恥ずかしいあいやでもかわいそう面白かった面白かったやだじゃんけんで負けるの辛いね辛いもうやだ熱いというわけでいやいやちょっとね体温がね熱が体温が上がったところで、ねうん、以上、富裕層が通う超高級肉料理店に行っちゃおうの反省会でしたバイバーイごちそうさまでした